獣フレンズ3、はいはいはい、やります。ウエストモナトです。今回も獣フレンズ3実況がやってきました。お相手しますのは私、いやー、皆さん、今回はですね、アラザー大賞レース第1話から第5話を読んでいきまーす。第3章読んでいきまーす。もうなんか俺今疲れがマックスまで来てる。やっと水辺に到着なのだー。はいはいはーい。あ、どうしたのだ、サーバル。行かなきゃって感じがしてきたよ。おー、例のあの感覚かい。今回は走り出さなかったのだ。ちゃんと言えて偉いのだ。あなたはどこへ行きたいの？え？お前この空気によく割って入れたな。ん？フェネック、サーバル、今なんか言ったのだ？アライさんこそ、いや、違うよね。みゃ、誰？どこから？ここだよ。なんだ？あ！ふりかけ風潮私はかんざし風潮、よろしくね。かんざし風潮。私は肩掛け風潮。よろしく。よろしく。おやおや、どうも。珍しいね、お二人さん。ああ、それなりに知られてんだ。いつからそこにいたの？全然気づかなかったよ。私たちは闇に紛れるの。闇と一緒に踊るの。私たちは黒よりも黒い黒なの。闇に溶けて一緒になるの。その妄想何？ねえ。まあ、仲良さそうで何より。それで、サーバル。あなたはどこへ行きたいの？私の行かなきゃって気持ちのことだよね。何があなたを呼ぶの？あなたはどこへ行くの？そりゃ、わかんないよ。ずっとわかんないの。そうか、わからないのか。もしかして君たちは何か知っているのかい？そんな感じだよな、こいつらな。これで何も知らないって言うんだったら、こいつらの方一人一回ずつぶん殴ってやろうぜ。いや、何も知らないさ。よし、お前ら方を差し出せ。でも、私は普通のフレンズだよ。何も気になるようなことは。あの子たちがこう言ってたの。あなたは力の器だって。力の器？それが何を示すか我々にもわからないのだけど。だって私たちは声を聞くだけだから。そう、あの子たちはいつだって気ままなの。ちゃんと教えてくれないの。そのあの子っていうのは物知りなフレンズなのか？そう言ってもいいかも。いろいろ知ってるの。すごいの。物知りって言うと、この母博士とミミちゃん女子とか。違う。あの子たちはね、普通のフレンズじゃないの。お？これはなんだ、守護獣ってやつか？あ、かんざし、踊りの練習の時間が。本当だ、時間だ。じゃあ行かないと、掃除もしなきゃだし、なんなのお前ら。それじゃあサーバル、また会いに来るから、じゃあね。ああ、じゃあな。なんかお前らだけいいな、特別な BGM もらってて。え、行っちゃうの？一体何だったの？自由でいいね。それにしても、物知りで普通じゃないフレンズか。力の器だって、私器なの？器ってなんだろう。さあね。それを真に受けていいのかもよくわかんないよね。ねえ、新井さん。新井さんはどう思う？新井さん？マツロだ！もっと詳しく聞かせるのだ！入りが許さんのだ！そうだな！これはちょっともやもやするな！あいつらとっ捕まえようぜ！まだビンタもしてねえしな！あ、おお、追いついたのだ！よっし！よっしゃーい！かんざし風潮だけなのだ？マイロだ！うちのサーバルについてなんだかいろいろ知ってそうなのだ！まだ言ってないことがあるはずなのだ！教えるのだ！鳥のフレンズを捕まえるのはむっちゃ、じゃなかったっけ？がっつり捕まえてるね。新井さんは予想を軽々飛び越えていくね。なんですか？いきなり飛びかかってきて何事ですか？話してください！話してください！そんなにぐいぐい追ってこないでください！新井さん、なんだかこの子様子が変じゃないか？うん。漢字使えてるね。あ、マントの下に何かが見えた気がするのだ。なんだか怪しいのだ。ちょっと見せるのだ。うわ、何するんですか？あ、それは。モフ、え？どうしたのだ？
あらら、新井さん。やってしまったかい？え？あ、おはようございます。あ、化けてたってこと？ごめんなさい。マサローだ、マサローだ。こっちこそごめんなのだ。驚かせて気絶させてしまったのだ。新井さん反省なのだ。多いね。反省ができる子はいいぞ。私はサーブルキャットのサーブル。あなたはグイグイ行くね。ね、この雰囲気で自己紹介できる普通。一体どうしてカンザス風潮に化けていたのだ？通りがかった鳥のフレンズさんがなんだかかっこよかったもので、つい、ちょっと真似してみようかなと、その、出来心だったんです。やっぱりラーナがごめんなさい。こんな感じで私、役に立つどころかじゃ、役立たずじゃ？どうしたのタヌキ、何言ってるの？お役に立つ、お役に立つには、よし。困りごとはありませんか？ここで？褒めてくれたお礼と、ご迷惑をおかけしたお詫びのようなものです。私に何かさせてください。まあ、いやふ、道案内してほしいのだ。うわー、この探検隊こればっかだ。それでは、正面をご覧ください。急にナビゲーター。おっきな湖です。見りゃわかります。たぬき、なんだかガイドさんみたいだね。真似っこしてるのかい？いやー、これには深いわけがありまして、あ、右手をご覧ください。あそこにフレンズがいますよ。あれはアメリカレアさんです。レア目、レアか、レア族だったかと。へぇー。あら、タヌキ、何してるの？お、ほんとだ。まあ、そうだったの。山爆から聞いたのね。だから私が道を探してこんなところにいるのも知ってたってわけか。普段は水辺にはいないんだ。アメリカレアさんは、もっと、こう、広い場所にいらっしゃいますよね。あら、タヌキ、よく知ってるわね。草原の方で会ったことがあったかしら？勉強しましたからね。私、ガイド見習いなので、ああ、そうだ、そういえばこいつ勉強キャラだったっけ？勉強キャラってなんだよ。では、占ってほしいことをおっしゃってくださいな。あんた知るわよ。巨大セルリアンについてなのだ。もっと言うと、今どこにいるかなんて教えてもらえるといいかな。なるほど。巨大セルリアンよろしい。占って信じましょう。おー、なんだかかっこいい。これが占い師。こんなにスッと入り込めるなんてすごいです。参考になります。巨大セルリアン。あ？巨大セルリアンって、ん？それって、私がこの前見たやつかな？え？ん？あ？ええー見たのか？どこでなんだ？早く教えるのだ！待って。見たって言っても割と前のことなの。きっともう、だいぶ遠くに行っちゃってると思う。そうなのか。でも、これは収穫なのだ。だいぶ近づいているということなのだ。後輩に偵察結果を教えられそうなのだ。ああ、私か。そういや後輩私か。後輩、新井さん、後輩さんがいらっしゃるんですか？いるぞ。後輩はな、ほう、僕はどうなんだ。最近パークにやってきた新人スタッフでな、なんと探検隊の隊長なのだ。ちなみに新井さんも隊長なのだ。そこはしっかりアピールするね。さすがだね。探検隊か。探検隊。それもこの前見たかも。ええー、それはあの、探検隊なのかい？ダンス女子フェミニストの、ああ、ここでやっと僕の名前出てくんの？いや、僕の名前出さないでくれない？多分そうだと思う。直接お話ししたわけじゃないんだけど。この前、この辺りでペップのライブがあったでしょ？それに来て、その後、巨大セルリアンを追って、どっかに向かってったみたい。あらまあ、ということは、偵察する必要がなくなっちゃった？なんてこったなのだ。じゃあね、新井さん探検隊のやるべきことを、占ってほしいな。ああ、それいいね。わかったわ、やってみる、じゃなくて、合点承知いたしました。では、ダチョウ姉さん直伝の占い。あ、ダチョウ姉さんと関わりあるんだ。ダチョウ姉さん。ここにお見せいたしましょう。むむむむむむむ。あ、むって全部言うの、君。見えた！お、見えたか。何が見えたんだ？俺のパンツの色か。俺のパンツの色、今日俺パンツはね、はい、今日俺私ね、濃い緑色。何が見えたのだ？未知。ロードじゃなくてアンノウンなんだね。ちゃんとやってるのだ？いや、やってるわよ。もっと詳しい結果もあるから、詳しい結果聞かせてもらおうか。それを聞かせてほしいのだ。まず、未知の手を取り、未知たる所意を明かすべし。
さすればなんじらに公明あらん。何言ってんだこいつ。最近は難しいことを言うのが流行りなのだ。流行りかもしれないね。なるほど、これが流行りと。違う違う、たぬきいいんだよ。そこで勤勉さ見せなくていいんだよ。占いはこういうもんなのよ。はっきりした答えは出ないもんなの。これをどう解釈し、どう行動するかは、新井さんたち次第ということね。じゃあ次私もいいですか？ちょっと悩んでることがありまして。お、悩みか。学生の悩みっつったらね、やっぱり普通重いもんがあるからね。うわ、何あれ？見たことないセルリアンです。セルリアンのことは結構勉強しましたけど、ああいうのは知りませんでした。勉強不足。それってつまりミッチ？でもセルリアンは勘弁したせいかも。おぉ、黒デカセルリアンなのだ。あ、なんだか、行く先々で会ってるような。まだこっちに気づいてないみたい。やっつけなきゃだね。な？あ、おはよう。やはりね。やはりだ。あ、出た。お化けみたいに言われるの。いやあ、ごめんよ。びっくりしたから、つい。踊りの練習してたら、あの子たちの声が聞こえたの。ああ、さっき言ってた、普通じゃないフレンズさん？そう。あの子たちが言ってたの。サーバルの行く先には必ず強いセルリアンがいると。私？サーバルが行くからセルリアンが強くなるの？強いセルリアンがいるからサーバルが呼ばれるの？どっちなの？強いセルリアンは私のせいなの？それはわからないけど、サーバルのどこかへ行きたい気持ち、それがセルリアンに向かっている可能性はあるのかもしれない。私たち、サーバルのことずっと見てたんだよ。おまわりさん！こいつら自白しましたよ！おい、サーバルに変なこと言うのはやめるのだ！ごめんなさい。私たちは、事実と、推測と、あの子たちの恋を伝えたかっただけ。そしてあのセラリアンを見る限り、推測は、当たってると言えると思うの。ねえ、風潮たち。このままだと、私たちは強いセラリアンに会い続ける。それを警告してくれているんだよね。あと、つまり、あ、そういうこと、ダメだ。そういうわけじゃないな、こいつら。それなら、そうと言ってくれればええのだ。ありがとうなのだ、風潮たち。伝わってよかった。私たち、説明が下手なのかな？そうかもしれない。申し訳ない気持ち。私たち、あのセラリアンの相手をしてくる。あ、死んだわ。こいつら死んだわ。おいおい、するぜ、こいつ。ねえねえ、新井さん、フェネック。自分はいない方がいいんじゃないか、なんて思ってるのか。うわあ、中学生女の子にありがちな悩み。そんなことねえよ。あはは、当たりかな。何言ってるの、サーバル。サーバルは隊員なのだ。なんなら勝手にいなくなっちゃうのは新井隊長が許さないのだ。あらまあ、やめさせてくれないってさ。残念だったね、サーバル。でも私、新井さんやフェネックを危ない目に遭わせちゃうかも。私、自分のことが怖くなってきちゃったよ。危ない目なんて、新井さん今まで何度も何度も会ってきたのだ。そうだね。数えきれないくらいだね。自分から突っ込んでいくもんね。こいつバカだからね。危ない目に遭うからなんだっていうのだ。そうなの。全部新井さんが、ぶっ飛ばしてやるのだ。なるほど、さすが星4 S ランクキャラクター。そっか、ありがとう新井さん、フェネック。黒デカセロリアンはいくらでも新井さんがぶっ飛ばすのだ。セロリアン、バッカーしようと思ったけど二人だけじゃ難しかった。そうなの、だから閉じ込めてきたの。だからもう安心なの。閉じ込めてきたの。閉じ込め、どこに。もしや、もしや、風潮さんたちは不思議な雰囲気のフレンズさんですから、不思議な力なんかも使えちゃったりするんでしょうか。まさかあれなのだ、不思議なパワーのバリアーでドーンと閉じ込めたのだ。頭が悪い。洞窟に誘い込んで入り口に岩をドーン。思ったより力技だったのだ。サーバルを不安にさせちゃったからごめんね。私は大丈夫。いくらセルリアンが向かってきても、新井さん探検隊がやっつけるもんね。そうか。ならよかった。頼もしいの。それで、うず、ん？どうしたの？その、占いというやつ？
私たちもやってほしいかも。あら、もちろんいいわよ。でも順番だから、まずはタヌキさんからね。さっきやらなって言って、まだやってなかったでしょ？ああ、そういえば。はんはん、はんはんはん、はん。ということは、その、ガイド見習いを続けていれば私はお役に立てるということでしょうか？そういうことなんじゃない？まあ、占いの結果はあくまで参考だから、どう解釈するかは、あなた次第です。関秋夫！そうだわ、サムル。私、あなたのことも気になるだよね。さっきは何？フーツたちが不思議なこと言ってたよね。あなたもしかして、すごい秘密を隠してるのかしら？これって未知？ちょっとあなたについて占わせてくれない？ねえ、ねえ！ごいごい来るよ。フーツたちの言ってることは私も気になるけど、占いは、フーツたちが先だよ。ほら、順番待ってるし。あなたたちが占ってほしいなんて、一体どんなことなのかしら？あと、踊りが上手くなる方法を知りたいの。そう、なんだか、頭打ち？いくら練習しても、いまいち？ラップ？誰かに相談したかったの、適任だと思ったの。二人は踊りができるの？さっきも練習に行くって言ってたよね。うん、好きなの。こうやって踊るの。くるくる。くるくる、くるくるしろ！お前、それ、反復横跳びじゃねえか！新たなものに触れるべし、と。それはつまり、他のフレンズの踊りを見てみるってこと？そういう解釈もできるかもね。他のフレンズ。くるくる、くるくる、たーんとーんたーん。あ、ふーたさん、すいません。勝手に真似してすいません。続けてほしいの。自分の踊りを客観的に見ると、こういう感じなの？なんだか上手くなるヒントがつかめそうな。タヌキ気にしないで、続けて続けて。怖いよ！怖いよ、こいつら！くるくる、くるくる？私にはちょっと難しいな。怖いよ、こいつら！凝視はするな！あ、また見られてる！あ、ごめん、つい、癖なの。こうして見てると、普通のフレンズと変わらないように思う。力の器、それは一体何を意味する？気になる。気になる。ああ、風長がまたサーバルを困らせてるのだ。大丈夫だよ、新井さん。別に困ってるわけじゃないから。そうか、サーバルがそう言うならいいのだ。新井さんは気にならないの？サーバルに隠されているかもしれない秘密について。気になるかならないかで言えばとっても気になるのだ。秘密のあるフレンズ。それはちょっとかっこいいのだ。でも、できるだけサーバルを不安にさせたくないのだ。サーバルはまだ生まれたばっかりのフレンズなんだ。ただでさえ色々不安だと思うのだ。だから余計な心配させたくないのだ。新井さん、あなたは、思った以上にしっかりしているフレンズだね。まあそうだね。力の器ね。タルキ、何か心当たりある？ないですね。すいません。あの子たちがわざわざこうやって言っているということは、何か重大なことだと思うの。そうなのかい？あの子たち、やっぱどのことじゃないと動かない。どうしてかな？サボり？へえ、物知りフレンズとやらは、思った以上にグータラフレンズなのかな？一体、どんなフレンズなんだ？でも確かに、そんな子たちがわざわざ何か言うってことはよっぽどだね。サーバル。新井さんは、サーバルが何者だっていいのだ。サーバルがすっごい企業秘密を抱えているフレンズだったとしても企業秘密ではないぞ。サーバルは新井さん探検隊の隊員なのだ。だから、新井さんは別に、サーバルの秘密を、無理に調べたり、しなくていいと思うのだ。サーバルは、ずっと新井さんと、フェネックと仲良くやってれば、いいのだ。新井さん。私も同じだよ、サーバル。正直、ちょっと怖いんだよね。私としたことが。新井さん、フェネック。ねえねえ、アメリカレア。さっき言ってたよね。私のこと占いたいって。そうね、でも、ごめんね。さっきは突っ走ったわ。サーバル、わからないことを無理に明かさなくてもいいと思うの。未知を明かすのは面白いわよ。でも、時には怖いこともある。私は大丈夫。だって新井さんとフェネックがいるから。
占ってくれないかな。私が何者なのか。サーボル。新井さんとフェネックを不安にさせちゃったままだと、もやもやするし。せっかくだから、はっきりさせちゃいたいなーって。新井さん、フェネック、大丈夫だよ。私はどんな結末が出ても大丈夫。そうか、サーボルがそう言うなら、いいのだ。それじゃあ、占うわね。さあ、何が出るかな？何が出るかな？ドゥルルル。結果。サーバル、あなたは、間違いなく、サーバルだわ。占いでこんなはっきりした結果が出るなんて、不思議。それほどに揺るぎない結果だということなんだろうね。うんうん、安心しちゃったよ。サーバルが実はセルニアンだったーなんて想像しちゃったのだ。私もさ、でも、サーバルはサーバルだったってことなんだ。いや、なんかちょっと待って。だんだん頭おかしくなってきた。それじゃあ、未来さんが前に言っていた通り、同じ動物のフレンズが2体存在することがあるかもっていうのは本当のことだね。え？あ、あれ？あ、サーバルさん？あれ？話してて何かおかしいなとは思ってたけれど、あなた、あのサーバルじゃないの？確かに、そのような報告があると、この前スタッフさんから少し聞きました。でもそれがまさかサーバルさんだったとは。どうしてサーバルなのかしらね。目立つから？ああ、そうかもしれないですね。トップクラスのドジっ子ですし、トップクラスなんだ、あいつ。何かの弾みで、何かが起きてもおかしくなさそうと言いますか。もう一人の私って一体どんな子なの？だから言ってんじゃん、当て無心だって。それにしても、ますます不思議だわ。これまでにないほどの未知が目の前に。未知が、ん？まず、未知の手を取り、未知たる差異を明かすべし。さすれば何じらに、公明あらん。これってもしかして。なにそれ。新井さん探検隊の選べきことを占ってもらった結果なのだ。でも新井さんには何のことやら全然わからなかったんだ。この未知は、サーバルのことではないのか？うん、私もそう思うの。つまりこれは、どうして二人目のサーバルが生まれたか調べるといいかもということ？なるほど！言おうと思ったことを全部言われちゃったんだけど。どんまいです、アメリカ屋さん。どうする？新井さん。二人目のサーバルが生まれた理由。サーバルは気になるか？どうして私が二人目のフレンズとして生まれたのか。うん。すっごく知りたいよ。そうだね、自分のこと調べるっていうのはめちゃめちゃ楽しいぞ。別に難しい理由とかはないんだけど、なんか面白そうかなって、なるほど。これが未知のワクワク、ちょっぴりわかる気がします。ああ、サーボルがそう言うならいいのだ。じゃあ、巨大セラリアンは一旦お預けということかな？そういうことなんだ。まあ、後輩のことなんだ。あっちでうまくやれるのだ。おい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 。今絶賛うまくやれてない中なんですけど。二人目のサーボルが生まれた理由を探しに出発だね。あ、その前に、あのセラリアン、やっつけといた方がいいんじゃないか。お前、お使い感覚であいつのこと言わないでやってくれよ。さあ、お前散々忘れられてたら、な、ごめんな。リップ。でもさ、新井さん、サーバルの生まれた理由を探すって、すっごく難しくないかい？難しいからなんだというのだ。新井さんは負けないのだ。どういうこと？警備隊に聞いてみるのはどうでしょうか。警備隊？ライオンのあれなんだ？はい。パークのいろんなところに行ってますから、いろいろ詳しいんですよ。スタッフさんのつてで警備隊の方がどこにいるかわかるかも。おー、それは助かるんだ。じゃ、会いに行ってみるんだ。水辺晴れ、木新井さんなのだ。やっとアメリカリアに会えたのだ。でも、なんだかんだってなんだかんだ教えろ！新井さん探検隊はサーバルの生まれた理由を探すことになったのだ。巨大セラリアンは、後輩がいい感じにやってくれると思うのだ。すげえ手こずってます。後輩を信頼して任せるのも先輩の役目なのだ。えへん。そこ別に偉そうにしなくていいと思いますけどね。さて、私たちは踊りの練習に、ん？アメリカではどうしたの？うん。あの、普通たち、ちょっと気になることがあって聞いてもらえる？聞こうではないか。あのね、サーバルが二人いるって聞いて、私気になっちゃって。もう一人のサーバル、拠点で休んでる方のサーバルね。彼女の現状について、ちょっと占ってみたの。うん。それで、
何が見えたの？大きくなる輝きと小さくなる輝き。これは何を意味するのかしら。ほう、輝き。輝きか。かば焼きな。ああ、ごめんね。こんなこと言われても困るわよね。うん、気にしないで。それじゃあ私、先に休むわね。輝きね。不思議なフレンズ探索会にはじゃねえよ。今なんかフェリックが一番悪役っぽかったぞ。さあ、テレビ、かっこアライグマを受け取りました。生まれた意味って哲学的。